どうも、ハンサムクロジーです。シグナリスというゲームやってみたいと思います。えー、最近ね、プレイステーションとかニンテンドスイッチ、PC 向けに発売されたインディーゲームです。どういうゲームなのか僕もちょっとあんま詳しくは分かってないんですが、多分アクション系謎解きアクションみたいな。バイオハザードっぽい感じなんじゃないかなと思うんですけれども、一応このゲームの概要はですね、 技術者レプリカのエルスターはまどろみから目覚め現実ではないようなレトロ SF の世界で失われたパートナーと失われた夢を探すコズミックホラーとクラシックサバイバルホラーが混じり合う緊張感と残酷で悲しい体験の中で恐ろしい秘密を発見しいくつもの謎を解き悪夢のようなクリーチャーの襲撃を振り切れるというゲームです、はい、主人公はなんかロボット技術者のロボットで 宇宙船みたいなところの中でえっ、ー、とパートナーパートナーを探すのかなまあなんか謎を解明していくっていう何も分かんない状態で謎を解明していくっていうことで、まあ、我々プレイヤーと同じような感じでね主人公もさまよう感じになるんじゃないでしょうか、まあ、とにかくちょっと遊んでみようと思います概要だけ見てねすごい面白そうだったので早速やってみましょう スタート。えっと、ボタンを押してください。ボタンを長押しして、プロフィールを変更って書いてある。プロフィールってなんだろうあ、プロフィール。あ、プロフィールプロファイル的なセーブデータ的なことですかね。じゃあ、ボタンを押して、スタート。 始める、設定、クレジット、マニュアルとある。まあ、始めるでいいかな。一応、セッティングはいろいろあるんですが、グラフィック設定で、このフィルム粒子っていうのをちょっと見づらいかもしれないんで、オフにしとこうかなと思います。CRT モードっていうのも、オンにするとこうレトロな感じですごい雰囲気は出るんだけど、 YouTube で配信するにはちょっと不向きかなと思うのでオフで行ってみようかなと思います。はい。うん。この方が見やすいですよね、きっと。というわけで始めるスタート。火災。起きて。 漢字がいっぱいカプセルから目覚めましたこれがプレイヤーえっ、ー、と丸ボタン長押しでちょっと足速くなる 四角でメニューですかね。マップ、アイテム、診断結果ああ。ちなみになんかエヴァンゲリオンとかにも影響を受けてるらしく、ちょっとあの、文字の感じとか、エヴァンゲリオンっぽいですね。あと何に影響、スタンディー・キューブリック。 アン秀ヒデキ、デビッド・リンチに影響を受けてるそうです。<laughs> みんな好きだよね。そういうのね。えー、っと、上かな上行ってみようかな。玄関。玄関って書いてる。バツでドアーク。宇宙船っぽいですよね。ちょっと待って。下も一応。下はいけない。 上に行ってみましょう「注意って書いてますね階段。はしご故障。あここは開かないロックが壊れているこのドアは開けない上に行こうはしごでよいしょ故障。玄関。玄関。上下と右に行ける下から行きますか。 ドアのことを玄関って言うんだな故障こっちも故障あ、玄関故障玄関、やばい結構行けるとこ多いぞあエレベーターかなこれお視点が動かせる寒々とした空が広がっている じゃあでも空がある空がある場所でこれは人ケース内には AVA スーツが格納されている AVA スーツってなんだろうロックされてるエアロックキーが必要だ なんだこれ。スーツがケースから取り出されている。あ、じゃあ誰かが1個のスーツは取ってったのか。あ、外に出れるってことか、こっから。きっとこっから外に出れるんですね。上に上がってって。マップ見ます。うんと。最初に起きたとこがここ。で、上に上がって。 エアロック今確認しましたね左側こっから出るのが目的になるのかな下行ってみますあコクピット写真があるな LDAM 操作パネルに色あせた写真が貼り付けられている写真を拾いますかはい写真を拾った 着陸ドッキング補助モニターもはや役に立たないなんかひびが入ってるモニターに右舷側操縦パネル入力に一切反応を示さない電気系統がやられたのだろう電気系統がやられてる船は氷に覆われた大地に不時着したじゃあ時間が経ったらやばいね寒くてうんなんかボタンがあって 左肩側操縦パネル落下の衝撃で重大なシステムエラーが発生したうん不時着したことでエラーが発生して動かなくなっちゃった宇宙船の操縦パネル表示情報からすると二度と飛べなそうだ飛べないんかいじゃあこの宇宙船から出れたところでわあカタカナでいっぱい書いてある宇宙船の操縦パネル復旧は不可能だ こんなとこですかねなんか落ちてたりしない一応隅々までうん以上ですね写真が手に入ったから見てみましょうあこれかインスタントフィルムで撮られた写真劣化しているがアリアーネヤンの姿が写っているアリアーネヤン KRYO 後ろになんか暗号黒と赤の正方形が並んでるこれアリアリネン時間の経過と環境的要因によって色あせてしまったようだ。 これとこのロックキーは関係ないかえー、っとじゃあ上行きましょう右と左右から行こう右と上かおなんか落ちてるぞなんて読むんだろうこれ。 昔編に LSTR 機能修復ロジックモジュール機君をはじめペンローズプログラム調査船の船内技師として偉大なる我らが国家に奉仕する LSTR タイプのレプリカには特殊な修復ロジックモジュール RLM が備わっており自身およびミッション上重要な装備を迅速かつ容易に修復できる。 RLM の使い方四角を押してアイテム画面を開く十字キーで修復に使用するアイテムを選択する×でコマンドメニューを開く組み合わせるのオプションを選んで組み合わせモードに移行する組み合わせモードになったら2つ目の修復用アイテムを選択する再び×で2つのアイテムを組み合わせるレプリカのボディの損傷を修復するときは適切な修復用アイテムを選んで使うを押せばよい あらゆる角度からオブジェクトを見ることが役に立つこともあるコマンドメニューで「調べる」を選び「調べる」モードに移行するこのモード中は中時鏡を使ってアイテムを動かしあらゆる方向から見ることができるなんかペラペラ読みましたけどあんまり頭に入ってないですね <laughs> ああ組み合わせモードまあ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 アイテムの使い方を教えてくれてんだろうなこれね 使えるアイテムはないです、ね、もうちょっと調べよう。おインスペクト。あらら、これ何接着テープ、ゲット。えー、ステータス、重大なシステムエラーを検知。1、未知の惑星表面。未知の惑星にいるんだ、今。クルーステータス、ヤン・ゲシュタルト、操縦士、シグダル未検出。 えー、レプリカユニットアクティブ食堂。耕着陸により基幹システムに損傷発生警告地表ご低温につき AVA 活動中は保護装置を着用のこと。あ誰かがあのスーツ持って外に出たのかじゃあ誰か一人外に出たりじゃあヤンケシュタルとか外出てたのかな アリアーネ・ヤンとヤン・ゲシュタルトは別人うん、まだちょっと謎が多い。ヤンさんがいるっていうのは分かるけどね。ちょっと待って、もうちょっと見よっか。あと見れるところはないかない。上行こう。 おなんか、冊子みたいなのがあるな。操作手順って書いてるペンローズ型宇宙船操縦マニュアル。おイザン人民海軍のペンローズ型宇宙船は、我らの偉大なる国家が成長を続けられるよう、居住、あるいは天然資源の採掘に適した惑星や衛星を発見すべく、太陽系外で活動する低コストの宇宙調査船である。なるほど。外宇宙。多分、この、 レプリカ主人公が飛んできた惑星のある銀河の外に資源などを求めて飛ばされた宇宙船ってことですねきっとねこのペンローズ型宇宙船主人公が目覚めた宇宙船はおそらくですけどペンローズ型宇宙船はいずれも地上調査船舶騎士レプリカ LSTR を補佐役とするゲシュタルトの偵察士官が操縦するあーなるほど。 ゲッシュタルトとレプリカが連携するパートナーシステムはこれまで無数の偵察計画において成功を収めてきた共同操縦相互支援によってゲッシュタルト士官並びにレプリカ技師は能力を最大限に発揮できるのである調査船が軌道マスドライバーによって太陽系外力へ発射された後はパイロットが操縦室から軌道修正を行いレプリカは機械類のメンテナンスに当たる太陽系外外縁かな 太陽系外縁なるほどやっぱ太陽系から外に出たんだねでゲシュタルトってのがヤンさんだ写真の女性かなゲシュタルトヤン彼女がこの主人公のパートナー主人公はレプリカ機械の技師えー、っと故障 右に行ける上も行けるも行けるねちょっと怖いんで、うん、こっち行こうここはなんかあるあ血がついてるぞ汚れた日記帳サイクル57ピよピよピよみんからベザーピよピよム ピオピオ食堂、私は考え、ピヨピヨピヨ。<laughs> ピヨピヨピヨはあってんのかなエルスター、操縦、眺めて、つぶってかない様子だ。時々、子、こそが家なのだ。まあ、読めないね。血で汚れてるんだろうか。うん。エルスター。 ここで読めるのか待って待って待ってああ取得したなんか文献が読めるねここでねよしよしよしゲシュタルト士官の寝台あヤンさんはここで寝てたのかで血のメモがあるってことは大丈夫かヤンさん 上行きましょうここは何だ冷凍睡眠カプセルの診断システムだ冷凍睡眠ヤンさんはたぶん冷凍睡眠で太陽系の外に来たのかな冷凍睡眠カプセルの診断システムなるほどあこれは 分かったこれはわかったんうんうんうんえっ、ー、と写真を確認しまーすおそらくこの後ろ左上、右上、真ん中下、二つの右下これを押せばいいんだねよいしょよいしょここここここ開いた おいたもちろん誰もいない血の跡ん登れるここああなんかある冷凍睡眠ポットの中に2つに割れたカードキーが入っているおーエアロックキーを拾いますかはい拾った。 血がついてるヤンさんは無事なのよしでもエアロックキーが手に入ったから戻ろうえー、っとここだね この機械を操作して、ああ、そっか、エアロックキーが割れてるから使えないのか。ペンローズのエアロックを操作可能にする磁気カードキー、2つに割れている。これと、さっき手に入った接着テープ、合体。治ったね。よし、これで使えるぞ。エアロックキーを使いますか。はい。あ、動いた。 あースーツ着れる装着した外に出れた いいですねなんかドットのムービーかっこいいな何か見える 操作できる前に進んでますなんかゲートみたいなのがあるなあなんだあなんだ 降りた降りたんかい。すごいね。えー、不思議の国のアリスのアリスが落ちた穴みたいですね。いや、なんでこんな人工物が地中の奥深くまで続く不思議な穴がある。奥にはかすかな。光が見える穴に入りますか？入りません。帰ろう。<laughs> 帰れないよね？ 吹雪をやり過ごせる避難場所を見つけた今は上に戻るべきじゃないまあ入るしかないよねはい入ってたあおお 細い穴え、何ここえ、人がいるどこここテーブルには古い書物が載っている私に呼びかけてるような気がするキーの王を拾いますかキーの王ってなんだっけ聞いたことあるな ーのであってんのかなメッセージ送信準備中39486。39 60170こわっ,えっ何このサブ,リサブリミナルみたいな <noise> 大地の最高のみにでた,たるべきところひそかに大穴うがたれ、うん、地をはうべきもの歩くすべを学ぶうわ怖い 約束を思い出して犠牲もっきておぉかっこいい映画みたい素敵な演出 トロフィー獲得 <laughs> え <laughs> ああえ どういういことここどこトイレあれ何この写真アリーナ層誰ヤンさんの写真じゃないんだけどどういうことトイレの個室はどれも広い状態だ 彼女を探してここまで来た今更聞き返せないどういうことわけがわからんわけがわからないぜ大混乱だぜというわけでここまでにしたいと思いますいやーなんかすごく演出とかが映画的でおしゃれで意味深で ミステリアスでめちゃくちゃ面白い続きが気になるゲームですね。ほんと今自分が置かれてる状況は全く訳が分からないですけどもっと遊んでみたらもしかしたら分かってくるのかなすごく面白いです。というわけでまた次回遊んでいきたいと思います。以上ハンサムクロジでした。バイバーイ。